本日、午後8時現在、新たに10名の新型コロナウイルスの感染者が確認されました。これで、県内74例目から83例目となります。なお本日の感染者数は現時点で鹿児島市において発表のあった22名を合わせますと合計32名となります。感染者の概要を申し上げます。10名の感染者のうち9名は一昨日クラスター感染が確認された鹿児島市の飲食店の利用客や濃厚接触者の方々であり、残り1名の方のクラスターとの関連は現在確認中であります。感染者の現在の症状、行動歴、濃厚接触者については順次確認を行っているところです。私からの発表は以上です。共同通信久能です。まずこれクラスター関連というのは全て利用客という関係、利用客や濃厚接触者の方々です。どれが濃厚接触者になりますでしょうか。確認できますか。すいません、詳細はまた明日ということでよろしいですか。すいません。ごめんなさい。症状の重い方ですとか重篤な方というのはいらっしゃいますでしょうか。すいません、それも今確認中でございます。はい。入院されているのはこのうち何人になりますでしょうか。まだ、現時点では入院までは至っていないと。全員、はい。それとあと、大阪と北九州でも確認されているということなんですけれども、この、ハプニング、ニューハーフワールドですね。他県での確認というのは他に把握されているのはありますでしょうか。いえ、ございません。幹事社の KTS の山田です、はい、よろしくお願いします。午後8時現在となっているんですが、先ほどお昼のご説明の時に75件を今日中にやりたいというようなお話だったと思うんですけど、75件を全部これ終わっていると理解していいんですか。県の、調査はですね、そうですね、はい。すいません、先ほどご説明いただいたんですけど、82例目の現在調査中っていうのはどういう意味なんですか。クラスター関連じゃないっていう、関連があるかどうかまだ確認ができてないということです。でもそもそも濃厚接触者を中心に調べて、それ以外の方も出てきてるかもしれませんので、自分で相談して受けてらっしゃる方もいらっしゃいますから、そこはまだ確認できてません。あとこの76例目の大崎町の方は、この昼の発表資料の中でいうとどなたの濃厚接触者とか、まだ詳細は、詳細はまた改めてということでお願いいたします。今日の、その昼の段階で111名とされた濃厚接触者、明日この75人を引いた数の調査が行われるという理解でいいんですかね。はい、その予定で進めております。はい。あとこれ発生市町村に対してはもう情報はいつの時点で共有され、はいはい、連絡しております。この8時現在の時点でも8時ぐらいには連絡しているというような、ちょっと時間ははっきり申し上げられませんけど、はい、確定次第、連絡をしているところでございます。幹事社からは以上です。はい。すみません、KYT の毛利です。お願いします。夕方の会見の時にクラスター対策班が明日にも入るっていうふうにお聞きしたんですけれども、具体的に明日のいつ頃とか。ごめんなさい。今の時点では私のところでは把握しておりません。すみません。この発表についてで
限っていただいてよろしいですか。あ、分かりました、はい、じゃあそのクラスター対策班が明日いつ来るとかどこでどんな調査をするっていうのはまだ、はい、あの、うん、私どもの方には確認できておりません。かしこまりました、はい、ありがとうございます。NHK の方です、はい、まず現在調査中という文言のところの理解のもうちょっと詳しくというかあれなんですけれども、これはそのなんて言いますか、関連があるかないか、今のところないというなくいいというように見受けられるから調査中なのか、それともあるかないかも含めて調査中なのかっていうのは、あの行動歴とかいろんなのを今聞き取りをしていこうとしている最中ですので、あのもうクラスター関連だというのがあの分かった部分はこうやって書いてありますけど、そこはまだ確認ができてないという、つまりクラスターと関連性が現在確認されていないっていう、うん、そうですね、今の時点ではまだ確認はされてないという、だから今後その行動歴とかでもしかしたら行ってる人と接触したことがあるかもしれないけれども、はいはい、直接的にはクラスターとの関係性が今見当たらないという、今の調べられている範囲ではということですね。なるほど、はい、あともう一点がですね、これで県内合計何人になったかなというところって今83例目ですね、じゃあ鹿児島市も含めて83人になったっていうことですね。そうですね、この時点ではわかりました、はい、でクラスター関連という文言のところでもう あれなんですけれども、これもだからつまり店に行った人っていうわけではなくっていうこともあり得るかもしれないけれども、行った人かもしれないし行った人の濃厚接触者かもしれないという意味でクラスター関連という表現、そうですね、はい、従業員ではないっていうことでいいですかね、少なくともその店で働いている人でっていうことではないという理解ですか。はい、そうじゃなくて、あ、従業員はいません、いないこの中に、はい、わかりました、ありがとうございます。おはようございます。